吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。農林水産省の基準テストを合格した安全性の高いバクテリアを開封したいと思います。体がでかいようです。僕が買ったバクテリア剤はこちら、神畑から発売されております、観賞用大愛景品。まずは使用とスペックを語らせてください。対象淡水海水漁用、内容量 50ml、 原産国日本で価格は950円でした。特徴としては、 OYK 菌は土から発見された納豆菌の仲間で、安全性と優れた増殖力が確認されています。水をきれいにしながら他の微生物の増殖を抑え、生き物が病気になりにくい飼育環境の維持が期待できます。同じ仲間の菌標準菌に比べ、菌体菌自体の大きさが4から10倍あり、非常に高い増殖力を持っているので、同じ仲間の菌に比べると投入後4時間では1万倍以上に増殖する結果が得られています。多くの有機物を分解していくだけでなく、早く増殖することによって他の微生物が増殖するスペースを占領します。他の微生物は増殖するための有機物とスペースを奪われ、その結果として増殖が抑制されることとなります。 OYK 菌は活動温度帯が4から50度と幅広く、観賞魚を飼育する温度においてもよく生育します。本品は1ミリットルあたりおよそ10億個まで濃縮しています。このため少量の使用で十分な菌の数を水素に補給することができます。また特殊製法により、水を汚す原因となる培地成分を除き、菌体だけを濃縮しています。油膜除去、水素の立ち上げ、匂いの低減や病気予防、飼育環境維持などに有効です。使用方法としては、使用前に本製品をよく振ってください。飼育数30リットルに本製品3ミリリットルを添加してください。ろ過装置のない水素を新しく設置に添加する際は、白濁する場合がありますので、使用量を3分の1から5分の1程度に減らしてください。また使用後は必ず手を洗い、週1回を目安に本製品を添加してください。最後に注意点としては、アクアリウム以外の用途には使用しないでください。漁防薬との併用は避け、水道水に含まれる塩素を中和してからご使用ください。また OYK 菌は無臭ではありません。若干ですが臭がありますので、あらかじめご了承ください。そして観賞用 OYK 菌は有機物を分解する菌で、アンモニア硝酸を分解する消化細菌とは異なりますとのこと。それでは製品の外観から見ていきたいと思います。菌が濃い観賞用 OYK 菌、気になる油膜は有機物汚れを強力に分解。裏面でございます。商品の特徴ということで、油膜をはじめとする有機物の汚れを分解します。 OYK 菌は初期増殖力が高いため、病原菌など他の菌の抑制に役立ちます。生き物や植物に対して安全です。使用方法ということで、使用前に本製品をよく振ってください。飼育水30リットルに対して3ミリリットルです。週1回を目安に本製品を添加してください。寿命は1年で40度以下で保存してください。ご注意ということで、本製品は観賞用です。他の用途に使用しないでください。こちらは神畑から出ております。それでは開けていきたいと思います。医療観賞用 OYK 菌オープン。おー、一滴タイプだね。これ一滴ずつ出るんだけど、出しすぎたら戻せないんですよ。だからこのホチキスの裏の部分でここ取ります。あ、取りやすいな、取りやすいのありがたい。でこの状態でまずは匂い嗅ぎます。少し酢の感じがあります。臭くはないです。あ、これならいいな。ご使用前によく振ってくださいと書いてあるので、まずよく振ります。あ、今ね振ったんだけど、こんな感じで出ちゃうね。だからあの一滴タイプのやつあるんだわ。保管するときはやっぱりこれつけないとダメですね。液体の色は白です。振ってみます。泡はなかなか消えないです。やや粘り気のある液体です。菌がでかいらしいので顕微鏡で見てみます。倍率600倍です。すぐに見つかったんですけど、消化細菌と違ってめちゃくちゃこう早く泳ぐという感じではないです。すぐ見つかったのと、かなりいるので濃縮されている印象があります。とりあえず早送りします。はい、今早送りで見てみましたが、何かが動いていたと思います。生きた状態で封入されているので効果が早そうです。それでは検証していきたいと思います。中和水10リットルに規定量を投入し、 TDS pH を計測したいと思います。まずは中和水の TDS。 85ppm です。
出来上がった飼育数に入れるとして10に対して1ミリリットル入れます。新規の場合はもっと少なくていいんですけど、最大の比率でどれぐらいいくか、83ppm です。続いて pH、 左中和水、右 OIK、 共に緑色なので pH 7.0 です。緑色です。ふるつけたらまとめるとこんな感じ。水質に一切影響を与えないです。農林水産省の基準テストを合格していたり、水質に全く影響を与えないのでエビにも問題なく使えると思います。液体は少し酢の匂いがあったんですけれども、全く入れた時に匂いがない。そして白かったですけれども水槽に色をつけない。新規水槽の場合は規定量の3分の1から5分の1、最小で10に対して 0.2ml でいいという。最初 50ml しかないからこんなすぐなくなるだろうなと思ったら、10に対して 0.2 とか 0.3 ならばかなり持つよね。これ写真を見るとカビを抑制してるんですよ。ということは流木から出るカビ、枝流木とかベアタンクでやるとカビすごく出るんですね。白いやつ、あれエビとかおろしに入れないと消えないんだけど、もしくは低床を敷いていてある程度バクテリアがたくさんいるような水槽じゃないと自然分解しないんだけれども、これを入れることによってもしかしたらカビを抑制、まあ抑制はできないんだけど、出たとしても分解してくれるんじゃないかと瞬時に。だから抑制してるような感じになるんじゃないかなと。流木の白カビとか気になる場合は効果があるっていうのと、糞めちゃくちゃある水槽にこれ入れたら糞結構分解してくれるんで、魚が糞を食べて病原菌に感染するリスクを減少したり、あとフィルターの目詰まりとかろ過剤の負担が減るんじゃないかなと思うんですよ。で原産国日本 で水質に影響を与えないんで、もうこれ完璧だろという感じの終わればね、好評がつくんですけど、ちょっと気になる点が何点かありまして、他の微生物の増殖スペースが減る、よってアンモニア系統を分解する菌が減るのではないかと懸念できます。ベアタンクだと定床まず何も敷いてないので消化細菌そもそも少ないんですよね。でこれ入れちゃうとそいつらが増えるスペースも減るので、ベアタンクだと使いにくいバクテリア剤かもしれません。神畑はいや定床内とかろ過剤の中にいるでしょ、だからこいつらがたくさん増えても問題ないよって言ってるんだけど、ベアタンクユーザーの場合はねほとんど何もないので、これ入れて確かに有機物は分解できるんだけど、アンモニアは分解しないのでアンモニアがどんどん蓄積してしまうんじゃないかなっていう。あと他の調整剤と併用できないのではないか、物によってはね他の調整剤と仲良くやって本製品の菌も増えるし常在菌も増やしていくみたいなね、その仲良くやりますよっていうタイプのバクテリア剤もあるんだけど、これは俺だけでなんとか分解するみたいな、俺だけが活躍すればいいんだみたいなね、そういう菌なので、ちょっとねこいつだけに頼るってのは結構リスクあるのかなっていう。まあ髪型がね消化細菌と仲良くできますみたいな書けばいいんですけど、一切書いていないので使いやすそうに見えて実はいろいろ条件があるのかなっていう。ということで有機物や油膜に困ってる場合は導入してみたらいいかもしれません。以上、髪型観賞後用 OIK 菌の開封及び拡大と検証でした。ありがとうございました。バイ。